ご視聴ありがとうございます。アレルヤプロズの井川俊彦です。はい、ご視聴ありがとうございます。アレルヤプロズの津村です。はい、始まりました。対戦バラエティアレルヤコンバット。まあ先週、はい、グランプリバーミンガム、はい、開催されてという形で、はい、優勝者すごくない？優勝者すごいね。52歳だっけ。フィンランドかスコットランドの初めて DJ ナンバーを作ったプレイヤーが見事優勝ね。決勝しかも圧勝だった。あ、そうなんだ。少しね、年のいった方がね、やっぱ活躍すると、ね、将来の、で、自分たちとか考えると、なんかね、いいですよ。そのね、グランプリバーミンガム、レガシーの。はい。では、VJ50、コバルスキー先生と。グランプリ準優勝がその VJ50 先生だったんですけど。あとはトップ8に、8位で滑り込んだのが、アンちゃん。ハレルヤプロズが見事トップ8に2人入賞したという形で、はい、今回はね、その、グリデル、バーサス、4色レオボルト。の対決をお届けしたいと思います。僕が、グジゴジュ先生、僕がアンちゃん、うん、の、リストをそれぞれ使用したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しゃっ、9。先手は大事。先手が大事。お、あ、7。はい、ファースト。1ターン目から2ターン目これまで見えて、しかもこのバックアップがあるという、まあ端的に言うと超分回りですね、これは。うん、嬉しい、願ったりかなったりのハンドです。キープします、もちろん。はい、はい、こちら、まあ、1ターン目から動いていけますし、もうこのカードだったら大体大丈夫だと軽い気持ちで、ちょっとあれがそれな感じですけど、はい、まあ、しっかり動いていけるんでキープしようと思います。はい、じゃあお願いします。はい、ダメ。アンダーグラウンド C から、はい、バーン取りました。はい、 C でした。終わりです。高橋選手のデッキは全て黒枠のデュアランだったはずなんですが、が白枠のトロッコだった。ハンちゃんじゃない。シャーマン、はい、シャーマンをアンダーします。スロー、フェッチ、はい、19。持ってくるのはボルカですね。あ、お前トゥルートゥルーネームデメシリーです。ユー、自分選べって知ってます。知ってる知ってる。何の意味がある。いや、一応さ、自分を指定して自信とかですと生き残るって聞いたんですけど、その前に死んでる。そんなやつおらんなって。ここはね、打ち消しとこうかなと。さて、ミスマウントがすでに始まっております。これを使うかどうか悩んでます。結構ランダムドローに近いので、まあこれ用ではあるんですが、こっちをキープして、もうすでに盤面有利なんで、ちょっと無理せず行こうかなっていう風に、ちょっと弱気かな、弱気かもしんないですけど、そうします、今回は。いや、怖いですね。はい、17です。で、ここで顔を行って終わりです。この前でいいか、冷蔵庫15、終わりです。移動します。ちょっと全体的に手札が重い、この重いカードをちょっと戻して動きやすくする感じですね。この2枚かなり難しいんですけど、まあ、こういったね、ちょっと今場面に何も影響しないんで、これはちょっと先ほど言った通り重いので、はい、14、14。まあ、残った感覚はこうだったんですよね。で、まあ、説明すると、この2枚を落としてほしかったんですね、どっちかっていうと。
これを打つと確定でこれが残っちゃうんですけど、まあ、これ結構弱いのでこの4枚のうち、まあ、こっちの1枚が落ちればいいなっていうのを想定して今あえて通しました。ただ悲しいことになりました。でも1点なると、まあ、1点得したから、ね、それで言うとどう11です。でグレンリッツし出してもう相手がデスライト2枚なのでこっちからっていう風に動いたと思います。そうですね、何か99あり見てるんですか。で、これです。今はまだ今はまだ土地がないのか。いいものをトップで引きしました。トークン。はい。メンタル。で、このちぎれはもう死んでほしいので殴りましょう。はい。強すぎる。折り方やね、このカード。すごすぎる。すごすぎる。抜くのは、石の力4枚と、獅子切断ですね。まずこの石の力の方ですが、まあ、基本的にこのフェアデッキ対決かなりリソースを絞ってくるデッキなのでこの石の力の、代々コストですね、手札1枚追放というのが非常に重くのしかかってきます。なので基本的に、サイドアウトすることにします。で、もう1枚の獅子切断なんですが対戦相手のデッキにその大型クリーチャーグルマグナンコールのようなクリーチャーは入ってないですし、あとは、このグジュグジュ先生のリストはもともとメインから1枚除去が多いリストなんですね。まあ1枚減らそうかなという感じです。で、サイドインするカード、これこの動画を見てくださってるレガシーマニアの方いらっしゃったら違ったらいろいろコメントください。グレンハが2枚と、ローバイの嵐が1枚、あとニガバナ1枚と、イゼットの静電術師ですね。まずこのパイロブラスト、グレンハの方ですが、この、対戦相手のクリーチャーの核となっている春章の魔導士や悪意のお袋かなを、損することなく1対1交換できる優れものです。なので、必ず入れることにしています。あとは、フィニッシャーとなるニガバナフォーカラーレオボルドがエンチャントは触れないんですよ。基本的にこのマッチアップのキーになりそうです。で残り2枚は、狼狽の嵐ですね。石の力をサイドアウトしていることもあってそこら辺のカウンターをしっかりしたいということですね。で最後の1枚、これちょっと自信ないですがイゼットの静電術師です。こちらは、対戦相手が基本的にこちらの軍勢デルバーやアンコウを悪意のお袋で止めてくるので、あとは春章の魔導士ですね、春章の魔導士ですね、そういったものを、リソースを損なく、盤面を触れるカードとしてステートをサイドインすることにします。まずはここだ。ただこのマッチに関しては2枚ぐらい残してもいいかなと思うんですが、先手ということで今回は全部抜いて、あとはちょっとデッキが全体的に重いんでそれを軽くするため好きですけどで、再燃するのがこちらの6枚です。はい、まあこれはもう説明不要かも。間は OK でとりあえず入れとけば、そこは折りか殺し、折りか殺し遠くもね、ガッとまとめていけますし、アンコウも倒せるんで、これはかなり頼りたいやばすぎるでしょ、こんな手札ありますかと。ポカ見てください、これこんな反動をキープしているようなマジックは勝てないのと困りがします。はい、まあ土地は1枚しかないんですけれども、まあ、潤沢なドローソースがあるのでキープします。まあイメージとしては1ターン目こっからまあ試案打って土地伸ばしてこれにつなげるっていうビジョンですね。まあぶっちゃけデルバーとかシギレすぐ死ぬんで、まあこっちの方がなんなら安定してるかなぐらいのイメージですね。はい、こんな感じで、まあ、1段目から最悪動こうと思えば本気を出せば動ける、まあ、あんまりね、すぐに切りたくないですけど、はい、でキープして選別します。上ではい、お願いします。はいです。どうこれで、どの土地を持ってくるかが悩みますよね。まあ、このターン、シアン打って次のターンももう一回シアン打って一番の動くときに、まあ、ボルカを先に持ってきてから2段目のアンシなのかが難しいんですよね。で一応相手1ターン目のアクションがなかったので、まあ、シギレイが出てこないと想定して、
自分がデスライトを出すイメージで先にボルカ持ってきます。ボルカ持ってきてシアン打って、次のターンシアン打ってランド2枚目からアンシーからシーレイのイメージで動きたいと思います。ペッチ、はい、19、シュ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 ボルシュシュシュシアン、土地がないのでシャッフルします。19 どれにすべきか、なんだなんだ、土地がね結構難しい。そうだね、バトランドもね最近結構人気のランドになったね。人気です。いや、アパクロリアリメイトとかもいるから。ああ確かに、どんどんねその今価格がね、僕初めて僕初めて、え、マジで、うん、僕初めて手に入れたデュアランバットランド、え、当時1600円でした。安いだからネクロドネイ、あ、ネクロが禁止になった瞬間めっちゃ下がって、はいはいはい、僕はそれを知らずに買いました。はい、アパクロ、どうぞ。そのカードね、強いよね。かわいい、かわいい。はい、じゃあしゃ、ホテルワーポイント、土地明らかに探してますよ、っていう形で、はい、ついに発見したのでありがたくもらいたいと思います。18です。18、みんな大好きアンダーブロックシーこっちは確かにみんな大好きそう出ました、イエーイ、イエス、はい、はい、皆さんこのカード、このカード死にました気をつけましょう、ひどいことになります。どう行ってみてもいいんじゃないですか。どうなるのか。うまいた瞬間どうなるのか。うまいた瞬間どうなるのか。僕のターンだったら1枚だけ引きますよ。そうだね、ありがとう。2枚戻すけど。じゃあ、折り返には折り返で。え、はい、大丈夫です。You! 今回は。大丈夫。サイド後ゆえ。サイド後ゆえ。折り返には。もしかして、イニシエの力で。もしかして、ボルラスが。ダイヤボル。ボルラスが。バティリだったっけ、ボルラスじゃないか。グレベン・イルベクです。タイムスパイラルにいるレジェンド。グレベン・イルベク。11に触れる。そう。4点。はい、4点14。さあ、で、さあ、ほっ、ほっ、17。レオ様は化け物だな。こんなのあるな。袋。お、クロックかけるやん。クロック、クロックガリガリ用でいいですか。で、終わりです。だはい、あれ、そっかです。ちゃんと、ね、言わないと。あー、シュンショックー5点9終わりです。うーん、お、ワンチャンあるかな。9か、まあありますね、ワンチャン引きました。ヤンパイトゥトークン、とりあえずドローにします。大丈夫そう。スシュ9、ボンドゥン、はい、さあここから間に合うかな。まあまあまあ一応ね、なんとかなるかもしれない。うわぁ、2点、7、ここから逆転の呪しよう。はは、シュシュシュ、6だけ振り直し、はいはい、6は振り直し、5か、じゃあ5は振り直し、2、くぅぅぅ、なにそんなバカな、え、きつっ、ええ残ったのこれですよ、皆さん。ちょっとお化け、お化け、お化け、
マジあれですね、レガシーちょっと、うん、プレイが難しいけど、ヒムは初心者なの。そうの教訓打つだけだからね、何も考えず打つだけ、とりあえず落ちてるって。すっすっぬく黒いや、サイドインしましたからね、あのカード。引け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 引くわけないやん。ダメか、はい、どう盤面の裁きに行きましょう。砂漠というあれとは無縁だったかも。14ですよね。はい、あんちゃん、フィーチャーは自分でライフゲインしたいので取っときましょう。入れました。はい、これね、トロピーがないんですね、こっちに。あえて場にゲインができない。今がチャンスってこと？そういうこと？おおおお、トロピー引ければね、だいぶいけそうなんだけど、はい、対戦相手から、まあ袋1体除去して全部、うん、全部の合計ダメージを計算して、まあ、仮に今手札が持ってるのは稲妻で、特が稲妻でも13点しかないので、うん、これが死んでフォークドボールだけですから、ダメがあるとしたら。なのでこのターンは2体をついて残りライフを5にして、5にしてで、まあ、フォークドボールと引かれた場合でも1個クリーチャーを殺しておけば大丈夫なので、4、こっちか、うん、4、そう、こっち、うん、死刑、大丈夫です。死刑を殺して終わりです。そうだね、これで、まあ、これならかなり死なないかも。まあしかもそっちがね、やっぱ稲妻とコラガの目で入ってるから、ライフがね、火力でも押してくるからね。ドロー、ジーザース、シュッシュッシュッ、ドス、3点、11、2号機3、ちょっとキャントリップ肩のハンドだったから、キャントリップ肩はちょっとさすがに全部抜いちゃいましょうと、うん、まあこれが着地するような展開になったら勝ってるんで、きっと、まあ、そういうそこまでにしっかりゲームを長引かせられるようにもう1枚追加で再現しました。まあこのデッキ、何デッキ？デルバーデッキっていう形で、まあランドあり、スペルあり、クリーチャーありのバランスのいいハンドですね、キープします。はい、こちらもうほぼ満点。嘘早っまあでもだいぶ、だいぶいいかなり。お願いします。19でボルトンタイラン、デルバー終わりです。これが生き返って帰ってくると、帰ってくると嬉しい。はい、こちら、お、変身した。これは嬉しいな。ドロー、はい、じゃまずは打ちましょうか。はい、17、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。悪くないが、良くもないのでしょ、どうしよう。17、ありです。さあ、相手がデイズをケアするかどうかですね。お、すごいの引いた。オリカオリカオリカイエス、終わりです。ほっという形で綺麗になくなったけど、ここからニガバナが頑張ってもらおうと。16、
フェアリーならずものトークンが現在品切れ中のため代理で飛行機会になりました。どう？こっちか。ここからライフがきっと大事になるので、マナ払って。はい。ブレインスナップ、ほらほんま。なんだろう。はい。シュッベスト。ベストではない。アンコの方が嬉しい。イエス。はい。15。笑いました、うん、欲しい。さあこの3枚なんですけど、2枚はいいんです。1枚ちょっと致命的なやつがあるんです。出ないでしょとかね。いやいや、こっち側です。これもうちょっと苦笑が出てしまって、僕が今こんな表情なんで。何でももらえますか、この順番で。あれ、あんちゃんを苦笑で倒すというこの快感が許されない。15だろ。はい。14.14。グリーンに染めて破り系でいくとだからどんどん変わんないので、終わり。多いです。じゃあエンド前に、で春章があるので、まあでもジャオルピリフって弱いから相手はシオンかな。運転と回収トップテック12で、アップキープ14。はい、リラックス、マナハラ、はい、でお、あー、だって毒ダあるね。10、はい、8。このコマはかなり遠いから、ディアボリケディクトかな。8、はい、で、アップキープ。13。を知ってるのでこれはいらないか。アンタップアップキップにフェッチで12、11。トップがねこれだったんだね。リケートロ、6。ここははい、きつい。2点回収。うおー、うん、ちょっと6か。8、これ買っちゃうか。10。どう？新章毒ダクが刺されるのか。厳しいっす。5で先に、いやー、恨めたな。先こっちから行くべきだったな。そっち、あー、これ、これ1で4番。そして、
食らって殴られて8 4の2つ殴って8で終了で7はい、アーティファクトに見えるけどアーティファクトではない、ではない、ではない、よいしょ、うん、から行くべきだったな。はい、いかがだったでしょうか。ハレルヤコンバット、なかなか難しいゲームでしたね。レガシーはちょっと難しいです。ノグさんとか解説しながらやってるけど、うん、あれであんだけ解説しながらゲームに集中できるのすごいなと思います。ちょっとまだ我々には早い、はい、ちょっと早かった。ゲームに集中して終わってしまう、はい、8月の25周年記念プロツアーではチーム戦なんですよね、はい、なんとスタンダードモダンレガシーの3人チーム戦。僕いつもプロツアーとプロツアーの今レガシーやってるんで、楽しいしね、ちょうどいい。レガシー担当だとしたらちょうどいい。気分転換のはずがプロツアー名刺になってるっていう。今回の動画も、まあ、特に僕のプレイ怪しいのやつ良かったんで、ね、ご意見とかこうすればよかったよみたいなのどしどしいただけると、結構ねコメント見てるもんね。見てます見てます。なんなら全部見えとしてるんで。先週僕が出た時に子供大好き、松山さん人気嫉妬してるっつったら、うん、みんなが子供大好き、はい、つぶやいてくれ。これはいつまで続けるのちょっと申し訳ないです。そうね、こんな感じで今後もやっていくので、よろしければチャンネル登録とかね、コメントとかどんどんいただけると嬉しいです。来週はプロツアードミナリア、僕たち行ってきますよと、はい、ハレリアプロズ、そうですね、ハレリアホープス、多分20人ぐらい出るんじゃないかな。はいね、各自ベストを尽くしたいと思いますので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、このプロツアーに出る関係で、ハレルヤコンバットの方も1週間お休みさせていただきます。出演者がいないため。まあ来週お休みですけれども、その次をね、首を長くしてお待ちいただければと思います。第48回以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。